エピソードあるじゃないですか。どれですか。え、あれどれ。もうどこの番組、どこの媒体でも言ってる。どれ。対談エピソード。どれ。あんたその一本しかないんだから、ね、ごまかすな。コーラだよ。コーラで出てこないわけないの。コーラのやつね。そう、ちょっといや頭から話してもらって、みんな知らない人もいるから。あの冬の寒い日に、うん、その布団に入ったまま、うん、ベッドで横になりながらコーラ飲みたいなと思って、うん、そのコーラの2リットルのやつと、あとあの雑貨屋さんでめちゃくちゃ長い2メートルぐらいのストローをわざわざ買いに行って、うん、冬の寒い日に、はい、で、まあ、家でベッドに横たわりながら長いストローでコーラ飲んでたら、体感ね、ストローが喉仏の下ぐらいまでクッと入ってきて、コーラが全部肺に入ったっていう、そういう話です。ベッドの上でそうコーラで溺れたという。嘘でしょ。嘘じゃない。ラジオでもその番組のオーディションでも、うん、これもう言いすぎてすっごいスラスラ今もね、まあ、言ったらすぐ出てきたでしょ、まあ、絶対嘘。いや嘘じゃない。私は横で毎回毎回嘘だって思ってるね。いや本当ですよ。また嘘言ってら、もう3日ぐらい吐息甘かったもんね。これも嘘なんだけど。ここら辺が甘かった数までつける日もあるの。俺の吐いた吐息ずっと甘かったんだから。これね、あの受けた時に言うのよ、このつけ足し。いやいやいや、本当。これ絶対嘘なんですよ。いや、全然嘘じゃないですよ。本当ってこと。本当です。実際にやった。やりましたよ。ということで、じゃあ本当にそれが起きるのか、あの当日を再現してもらおうと思いまして。え西田が用意していたとされる1.5 リットルの、あーこれぐらいのサイズだったね。そう、でもたまに盛りたいときはこいつは2リットルって言います。さっきも2リットルですよ、ね。わざわざ寒い日に帰り行ったんだよと言っていたこの長いストローを用意しました。はい、本当にこれを2つ買ったんでしょうか。このタイナの西田がわざわざこれを買いに行くという面倒くさい行為はするのでしょうか。クソ野郎だよ、いつ寝たんだよ。はてこれを買いに行く努力はする、ここに一つの矛盾があります。しかも見てください、このイラスト、サーヤさんみたいな使い方、私の髪型で顔は西田みたいなイラスト。私たちのためみたいな商品がこのように存在することあるのでしょうか。これ当日を再現していただいてもよろしいですか。あ、全然いいですよ。じゃあその手順から何か全部見てもらいましょう。でもそれ、俺がその溺れなきゃいけないってこと。おれれれれ。いやいやいや、おかしいぞ。クソ、これ溺れなきゃいけないってことっていう確かめ方はまるで溺れてないやってかのように言い草だ。成功してたら溺れないから、ミスったから溺れただけで。でも当日飲めたところまで再現するのが筋じゃないか。まあまあ、じゃあ飲みましょうよ、それでいけるのね。いいっすよ、全然やってもらいましょう。やりましょう。ああ、すいません。長いね、こんな長いかい。あなたもでもこの2メートルと言っていましたよ、うん、2メートルこれ、これコーラ開けるでしょ。これベッドのね、その俺の枕あったとしたらここら辺になんか物を置けるスペースがあるね。まあこうですよ、入れるわけです。入れてこうですね。これです。ハイハイはどういう、これはことですか。それさ、入るわけなくない、うん、これもっとなんだね、俺が買ってきたのはもっとなんかこうストレートだった、うん、で、こうなんだっけ、刺さってたところがこう、なんていうの、コーラに使ってなくて、うん、あ、これちょっと吸えねえなと思ってこうやって一回刺し直したの。はいはい。でここら辺でそう思ったら、なんでなんでなんで、わかんない。ダウト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 じゃない。だって起き上がった時にガッて入ったってこと。起き上がって差し直して飲もうと思ったらガッて入った。
なんで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 。そこまでは本当だったんだ。コーラ飲むとこまでは本当だったんだ。だから僕平らすぎてコーラと3メートルのストロー買って置いて飲んでたんですよ。でどっかに行ったんだろうな一回トークで。うん、で、ああそうなんですね。うん、弱いぞと。これはちょっと弱いんじゃないか。じゃあストローの喉の肺まで到達したって言ってみよう。でこれ言ったら受けて。で全部コーラが入ってきてって言ったんだ。肺にコーラが入ってきて。さっき言いましたね。3日間呼気が甘かったって。言ったよ。飲めちゃったけど多分。飲んだの事実なんでしょうね、可能だから。でも肺に到達してコーラが全て入り込んだ、それで呼気が3日間甘かった、ここがダウトですね。そんなことない。これちょっとシュンピーさんに確認しよう。そんなことがあり得るのか。そこに入り込んで果たしてその後飲食をして呼気が甘くなるっていうさ、ある実際ありえますかねって聞いてますね。じゃあ帰ってきた回答のせよ、うん、でも私はだから飲むとこまでは本当、飲んだ後のエピソード全部嘘。本当です。本当、これは本当なんだ。吐息も3日間だと甘かったし、吐息も3日間甘かった、甘かった、すっとシュワシュワして、吐息が、吐息がシュワシュワしてた。嘘じゃね、マジで。吐息がシュワシュワしてた。吐息シュワシュワしてた。なんで？肺とか真っ黒だと思うよ。肺が黒くなって、3日間呼気が甘い。そう、3日間はもう肺真っ黒だった。で、血管が黒く？なんなりましたよ。血管も黒くなるでしょ。コーラで？なります。肺に入ったことによって、血液にも回って、うん、そうそうそう、血が黒く？なりました。なんで嘘に誘導してんの？蒙古斑が濃く？蒙古斑は濃くなってた。濃くなってた。違う違う、これはこいつが悪いよ。じゃあメモ？それはメモ黒かったです。メモ黒目しかなくなった。白目なかったですね。白目がなかった3日間。歯も黒かった、ね、歯も黒かった、うん、コーラを飲みすぎたことによって体重が減った。減った。いやだからなんだよここの時間。逆に。いやいや、だからまあ飲んでその肺まで入ったってのは本当ですから。肺まで入ったのは本当って言ったね今ね。呼気はだから甘くなりましたよ。肺まで入ったら呼気は甘くなるでしょ。いやちょっとほころびが見えましたね。呼気が肺まで入ったら本当ですよ。今こう譲るんですね、こうやってだんだん。じゃあ嘘はここまでですよっていうところ。いやいや、上等手段というか。逆になんで冬の寒い日に寝ながらコーラ飲みたいと思ってさ、うん、そもそもの話、うん、ストローを買いに行くっていう一番寒い行為には出たわけだよね。そう、それは出ました。なんですか？やっぱコーラへの愛じゃないですか。それはコーラへの愛、普通に飲むことがコーラへの愛じゃないですか一番。いやいや、寝ながら一番いい状態で飲みたいでしょ。皆さん、このエピソードが本当なのか嘘なのか意見を聞かせてください。いやいや、コメント欄にお願いします。俺が言ってんだから本当に決まってんでしょ。本当って書いてる、みんな。これ使えなくなったら困っちゃうよ俺。